こんにちは、やさしい音楽チャンネルのゆうじです。今回は苦手な人が多い B コードの押さえ方のコツっていうのをねお届けしたいと思います。僕もずっと B コード苦手で、この薬指で 2,3,4 弦を押さえるやり方で1弦ミュートっていうね、そういうスタイルでやってたんですけど、ある時ちょっと弾き方のコツが分かったので、押さえ方のコツが皆さんと今回シェアしたいと思います。まず B コードが押さえづらい理由が2つあります。その理由の1つがこの人差し指と中指が広がらない、これが原因で B コードが押さえられないことが多いと思います。 B コードっていうのはだいたい人差し指と薬指でこういう、ね、パワーコードみたいなのを押さえると思うんですけど、 B コードの場合人差し指と中指なんですよね。なのでここが広がらないと押さえづらい、押さえられない。逆に言うとここが広がると押さえられます。押さえられると思います。そして2つ目の理由が、人差し指を皆さんこのバレーコード制覇するときに、この人差し指って棒状だと考えますよね。棒状のイメージで B をやると非常にここが広がりづらくなるんですね。F とかはピーンとしててもいいんですけど、 B はここをちょっと曲げても OK です。で、僕この曲げてもいいんだっていうことに気づいて一気に押さえやすくなったんですけど、このここが曲がっているとここが広がりやすいんですね。逆に言うとピーンとしてるとここが広がりづらい、こんぐらいしか広がらない。だけどちょっと曲げてもいいとこんな広がる。そうするとこことここが押さえやすいわけです。5弦の2フレットと4弦の4フレットが、棒状だとこれしか広がらない。でこの曲がってても1弦と5弦が鳴ればいいので、押さえられるわけです。そうするとコードチェンジもスムーズに、こう抑えられるようになると思います。これね、でちょっとなんかお風呂とか入ってる時に少しこうグーをねこの指と指の間に入れたりするのもいいかなと思います。そうするとちょっと柔らかくなって広がりやすくなったりするんでね。でもこれ寒いとこでやるとちょっと指痛めるので気をつけてください。こうお風呂とかちょっと手が温まってる時にこういうねストレッチはやるといいと思います。まあ他の指もやるといいかなと。そうするとここが広がって、でちょっと少し曲げるっていうね。そうすると B を、楽に抑えられるようになると思います。実際こっちの B の方が1弦も鳴りますし、なんかソロギターとかでやるときにすごいメロディーが、取りやすい、自由が効くっていうんですかね。なので皆さん今回の動画見てねちょっと練習してみてほしいなと思います。そうするとね B フラットとかもいろいろできるようになるのでね。はい、今回皆さん練習してぜひ B をマスターしてほしいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ゆうじでした。バイバイ。